八戸市の委託協力でお送りします。このコーナーは地域をもっと元気にもっと楽しくをテーマに、八戸の良さや魅力を再発見再認識し、コミュニティの振興につながる情報をお届けします。八戸お邪魔隊が市内各所へ出没突撃取材し、人、物、場所、イベントなど様々な情報を発信します。金曜日のこの時間はオラホの地域自慢です。八戸市内の各地にお邪魔し、その地域の歴史や魅力を、さらに八戸に住む面白人物をご紹介します。こんにちは、大地球です。オラホの地域自慢、昨日からお伺いをしております、小中野にあります新睦旅館おかみさんの川村久美子さんです。今日もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この新睦旅館でございますが、昨日もちょこっとお話をしましたが、元は遊郭くるわでございました。その名残が建物の外観、それから中に入ってまいりましても残っておりますけれども、もっと中に入るとですね、実はその昔の写真だとか大福帳だとか、明治30何年というのがあったりして、大変貴重な文化財だと私は思うんでございますけれど、また刻銘にね、いろいろそのお客さんのことだとか相方が誰がついたというようなことまで書いてあるんですね。今でいうデータブックみたいなもんですけど。そうです、昔の墨の字で書いてありますけど、すっかりは読めませんけど、なんとか読めるんですよね。ね、結構面白いんですよ。ですね、泊まったお客さんも2時ぐらいまで、見てたっていう方もね、結構いらっしゃるんですよ。はいはい、どこの誰それが泊まってというか遊びに来て、身長が何尺何寸で、肉のつき方はどうのとか、眉毛がどうのとかね、そうこと細かに記してあって、で相方が誰がつきましたってで、こちらで相手をされてた女性だけじゃなくて、他からもなんか出張でいらっしゃった女性もいるんですね。どこどころとかって書いてあるんですよ。ここの新地ですね、はい、は25軒この遊郭があったんですよ。でその中には芸者さんが働くねお料理屋さんもあって、全部含めて25軒あったんですよね。でうちは新睦楼って言いますけれども、他はねそれなりに万葉亭だのいろいろ名前がついてんですよね。松本楼っていうの、はい、松本楼っていうのもありましたね。でその頃どういう名前のね遊郭があったのかなと思ってね、ちょっとこう印はつけておいたんですけれどもね、貴重な資料をこうやって無造作に置いてあるっていうのがまたね、こう本当だったらちゃんと行政の方でね、ガラスのケースに入れてちゃんとした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、私もねもう十何年でここへって出して皆さんが手で触れられるようにしてるんですけれども、はい、もう最初開いた時からするとちょっとやっぱり古くなってるんでね、気にはかかってるんですよね。で私がいくつまで働けるかわからないけれども、動けなくなったら結局は博物館行きだとは思ってるんですよね。本当はねどなたかコピーしてね、ちゃんとコピーをここに置きたいんですよね。で原本はちゃんとね、市とかねところでちゃんと保管していただきたいなとは思ってるんですよね。もともとが和紙だから、そうなんです、丈夫なんですよね。そうです、綺麗ですよね。いまだにちゃんとね綺麗なんでね、出した時もね本当にと思うぐらいにね新しかったんですよね。でもねコピーっていうかねしてもらうに結構お金がかかるんですよね。個人でね、そうですね、やるっていうのはとってもできないんですよね。ここにあるだけじゃなくて他にもあるんでしょうか。はい、あります。氷いっぱいあるんですよね。氷いっぱい あるんですけれども、やっぱりねいらしてくださったお客さんがね、あこれうちのひいおじいさんだとかっていう方もいるんですよ。だからねなるべく古いのを持ってきたんですよ。新しいのだとねすぐ分かんないよね。そう新しいのだといろいろ差し支えがあることが、それなんでね、一番古いのを持ってきたね、明治30年からだ、ひいおじいさんかひいおじいさんのね
時代だと思うんですよね。まあでもそれで例えば自分のねひいじいさんが遊んでたというのが分かったからって、はい、まあ今は目くじら立てる人もいないでしょうけどねそのひいじいさんがいたおかげで自分がいるんですからね。そうですよ ね、やっぱりねこういうところへいらした方はお金持ちだったから来られたんですよね。まあそうでしょうな、だってね大工さんの手間賃がね、朝から働いてね55銭ここで飲むビールは1本30銭だからね元もビールはねその頃からするとちょっと高かったようですけれども、まあ、それにしてもやっぱりここで飲んだり食ったりすれば結構なお金取られるんですよ。そうかでもね昔の男の人というのはそういうところで遊んで男磨いたわけですから。はい、そうですね。それでそのこういうところへ来られるっていうのはその男の解消でですね、名誉なことだったんですよね。ね、今とは時代が違いますからね。その頃生まれたかった俺はそんなこと言っちゃいけませんが、まあその他ですね、調度品を見ましても今はもう見られなくなったあの絵文掛けですとか、それからねこちらにある釘隠しな、はい、折り鶴の、はい、折り鶴、各部屋によってね違うんですよ。ここは折り鶴ですね。で廊下がね梅の花です。それから木骨側がね飛び鶴なんです。そしてね私が来た時にはほとんどなかったんです。みんなさん泊まった方が記念にぐるぐる回して持ってちゃった。持ってちゃう、はい、そして最近になって、作ってくれた手作りの、だから全部あの柱のところにはね置けるようになったんです。はい、で床柱もまたいいし、あのこのね床の間の脇に置いてある鏡台なんかの、まあそんなに大きくな小ぶりなんですけれどもいいもんですね。はい、これはね黒柿でできてるって言ってました。黒柿って言ってあの柿の木、柿の木です。柿の木はねあんまり大きく太くならないでしょ。太くなっても中が空洞だからこういう小さなねものに使うんだそうです。だからねなかなかいいものです。これいつ頃のものなんですか。これはねやっぱり明治時代のものだと思うんですよね。相当価値のあるものだと思います。こういう話もねみんなお客さんがね教えてくださるんですよね。これは黒柿ですよってへーなんて言ってね、だからお泊まりになった方とかねいろんな八戸のね方がねこれはこうなんだよああなんだよって言ってね教えてくださるんで、で私もお話できるようになったんです。はい、タバコ盆も置いてあるし、またあのタバコ盆の中の、まあ、あの今は使ってないから灰も入ってませんけどね、あそこにねキセルと刻み、はい、あれを入れるねあの水牛でできたねこうあれがあったんですよ。それをね持ってかれちゃったひどいねどうもなんだよ、ね、持っていかれないんですけどね、たまたまねあれいつも置いてあるのにないなと思ってね、もうそれもね亡くなってしばらくしてからだからわからないんですよね。だからあんまりね細かいの置かないようにしました。それは惜しいことをしましたね、はいはい、もうそれは残念でしたね。いろいろとお話はつきませんが今度私個人的に来てお話をいろいろ伺いたいなと思います。2日間にわたりまして楽しいお話を存分に聞かせていただきました。新睦旅館おかみさん川村久美子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。八戸お邪魔隊だよ。突撃八戸お邪魔隊いかがだったでしょうか。この番組でご紹介している内容は BFM のホームページまたは八戸 JP 内の動画ページでも公開します。番組と合わせてご覧ください。八戸市内各地を取材する突撃八戸お邪魔隊、次回はどこへ出没するのでしょうか。来週のこの時間もお楽しみに。突撃八戸お邪魔隊、この番組は八戸市の委託協力でお送りしました。